皆様こんにちは。数学ラブです。割合を数学するの SPI 編で、今回は問題5番を実際に解いてみましょう。ちなみに私は就職活動中の大学生や転職を考えている社会人のために SPI の動画を投稿しています。また学校では習わないようなことも含めた面白数学動画も投稿していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。では問題です。ある400人に携帯電話の所持の有無を聞いた。男性の人数は女性の人数の3分の2だった。男性の携帯電話の所持率は10分の9で、女性の携帯電話の所持率は20分の19だった。問1、携帯電話の所持の有無を聞いた男性の人数、女性の人数はそれぞれ何人ですか？答えは男性が160人、女性が240人です。女性の人数を X 人と置くと、女性の人数 X 人と男性の人数は女性の人数の3分の2ですから、3分の 2X 人。この女性の人数と男性の人数を合わせると400人になりますから、こちらの式が成り立ちます。これを X について解くと X イコール240ということで、女性の人数が240人と分かりますから、全部で400人ですので、男性の人数は160人と分かります。では問2です。この400人全体に対する携帯電話の所持率は何分のいくつですか？答えは100分の93です。男性の携帯電話の所持人数を求めると、男性の携帯電話の所持率は10分の9ですから、先ほど1番で求めた男性の人数は160人、そのうちの10分の9ですから、 160×10 分の9で144人ということがわかります。女性の携帯電話の所持人数は、問1で求めた女性の人数240人のうち、女性の携帯電話の所持率は20分の19だったということですから、 240×20 分の19で228人ということがわかります。これがこの400人全体に対する携帯電話の所持率は何分のいくつですかと聞かれていますので、全体の人数400人のうちの男性の所持人数144人と女性の携帯電話の所持人数228人を足してあげて計算をすると100分の93という答えになります。ではまとめです。割合とは基準を何かにした時のどれだけかを表した値になります。その表し方としては、小数、これは基準を1とした時の割合を表しています。分数、これは
基準を A とした時の B の割合、つまり分母を A としてその中の B の割合を表した表現方法になります。他には歩合と呼ばれるものがあります。野球の打率などでよく使われますが、何割、何分、何厘と呼ばれるものです。割とは基準を10とした時の割合を表しています。部とは基準を100とした時の割合を表しています。輪とは基準を1000とした時の割合を表しています。また百分率で表すこともあります。これはパーセントと呼ばれるもので、基準を100とした時の割合を表しています。降水確率などでよく使われますね。その他に比例配分というものがあります。これは A 対 B 対 C に分けているといったような問題の時、この基準を A たす B たす C とした時の A や B や C の割合を表した値になります。例えば比例配分で4対7対14というのは、分数で表すと分母は4たす7たす14ですから25になって、この分子は比例配分のこの4ですね。で、対この7のところは分数で表すと25分の7。14のところは分数で表すと25分の14と表すことができますし、歩合で表すと1割6分対2割8分対5割6分となります。百分率パーセントで表すと 16% 対 28% 対 56% となっています。百分率ですので、これを全部足すと 100% になりますね。このように一言で割合といってもいろいろな表し方がありますので、すべて頭に入れてくださいね。今回の問題は分数で表された問題でした。最後まで解けることができましたか？いかがでしたか？今回は SPI 編割合の問題5番を実際に解いていただきました。今回から中級編ということで、男性の中のどれだけ、女性の中のどれだけが携帯電話を持っているといったような二重の割合になっていました。最後までしっかり解くことはできましたか？この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまわっておりますので、気軽にお寄せいただきたいと思います。それではこれからも皆様のお役に立てるような面白い数学の動画や SPI の動画を投稿していきたいと思っていますので、この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。